ヘイヨーのチュン TV です。今日はですね、ドラゴンクエストタクトやっていくんですけども、ドラゴンクエストタクトのね、動画の前に皆さんね、結構知らない知識もあると思うんで、豆知識を挟んでいこうかなと思います。今日の豆知識はですね、皆さんホワイトストーン足りなくなってませんか？ホワイトストーン、この白いやつね。結構最初ホワイトストーン足りないっていうのがあると思います。なんだけど、一応ね、宝石の入手方法という動画も上げていて、まあ、そこでもね、紹介してます。で、結構ホワイトストーンね、ないですって質問も来たりするから、まあ、おすすめのダンジョンをお知らせします。で、ホワイトストーンね、取るときは、おすすめはこのね、赤い宝石とか緑の宝石とか、青い宝石とかのこの初級、この初級もあるのが大事です。で、これね、ちょっと一回スキップで見せるけど、はい、こういう風にね、ホワイトストーン出ます。だからこのレッドストーンとか、まあ、このギザギザのね、石、これが足りないときは初級を回るのがおすすめです。で、ホワイトストーンもね、取れるから、ホワイトストーン不足の方はぜひとも初級を回ってみてください。で、あとはね、普通の宝石、四角いやつも出たりするから、まあ、主にこのレッドストーンとか色付き集めて、さらにホワイトストーン集める。ここにも結構知識が含まれてるんだけど、あとね、ドラクエ1メダル。今回イベントで交換所でね、いろいろいいアイテムが取れる。このメダルの効率も初級がいいです。まあ、ホワイトストーン集めのついでにドラクエ1メダルも集めれるって感じで、初級ダンジョンがめちゃくちゃ美味しくなってます。これドラクエ1メダル4枚、これゲットしてるんですけど、スタミナがね、消費3だから、1スタミナあたり1を超えてくる。っていう風にね、ドラクエ1メダルも効率よくて、ホワイトストーンも集められます。で、あとね、まあ今ので見せれたと思うから、スキップね、このスキップを使うとき、このときは本当に育ってないやつ入れていいです。このスキップチケットを使うときはね、本当に育ってないやつを入れてもいいです。まあむしろそうやって使った方がいい。スキップチケットを使えば、この戦力とか関係なくね、もっと上のダンジョンとか、スキップできる場所があったら、そこでね、レベル上げたいモンスターを入れて、通せば、あの、戦力関係なくね、経験値が入るから、チケット使うときはね、ぜひとも、この、育成まだしてないモンスターを入れるのが大事になってきます。はい、ちょっとね、豆知識なくなっちゃったんですけども、今日の本題はこちら。マグマの杖。まあ、今現状、竜王に装備させる杖の中では、メラ属性の威力アップとかね、あとはその呪文の威力抜群、あと賢さね、そういう火力を上げる面で一番適した武器、これがマグマの杖になります。で、このマグマの杖は錬金をすることができて、このね、錬金の抽選、まあランダムでこういう効果がついて、呪文威力とかね、賢さとか抜群のパーセントとか、あと MP 素早さとかね、いろいろつきます。で、この錬金効果、虹ね、虹は結構レアなんだけど、これが抜群プラス 4% 3枚かぶりっていう、ゲーム内最強の理論値の、まあ、日本にもう1本しかないぐらいの伝説の武器、これを入手した YouTuber の知り合いがいて、大物 YouTuber からね、ゲットしましたっていう風に来たんで、まあ、ちょっとこの火力をね、見せてもらうっていうことで動画を送ってもらいました。まあ、ちなみにちょっと挨拶にも混ぜ込んだんだけど、ケンツメスさんという方でね、まあ、あんまりチャンネルの宣伝はしなくてもいいよみたいな感じではあったんですけど、一方、クラロワのゲームでね、プロゲーマーもやってる、YouTube もやってる方なんですけども、めちゃくちゃドラゴンクエストタクトもやり込んでるらしくて、なんか特にね、武器の錬金をめちゃくちゃ頑張ってる。で、今回送られたのがこちら。やばすぎだよね。なんかこの虹3個とかもう、やばすぎて、言葉にならない。で、ちょっとやばさについて説明すると、このね、虹がね、5回錬金しても、まあ、1枠とか、そんくらいしかつかない。で、5回錬金するために、このマグマの杖の、まず錬金素材を取りに行くんだけど、その武器ダンジョンでも、そのマグマの杖の素材、錬金素材自体が全然落ちないから、まず、マグマの杖の錬金素材を入手する。で、さらに、そこがね、あんま落ちない。さらに、錬金効果として、虹がつくこともあんまりない。で、さらにそれが4個、じゃない、3個つく。で、プラスして抜群を全部重ねる。これ多分ね、なんか宝くじ当たるとかそういう確率よりも低いかもしんないし、もうね、やばい。まあ、会心の錬金とかあったらね、まだ変わってくるんだけど、3個重ねてくるっていう、これはね、本当にやばい。ちょっとやばさがわかんなかったかもしんないけど、めちゃくちゃやばいです。で、やばさがわかるかぞ、これね、裁きの杖っていう B ランクの武器なんだけど、
この素材数見て591、まあ、A ランクのこの合成素材が全然出ないから B ランクがねこんだけ集まる。この B ランクの素材591個で、まあ、A はねそれより全然落ちないから、まあ、やばさがわかると思う。であとねもう一個やばいところがあって、今からお見せする火力はこのね煉獄魔弾とメラトモどっちがいいですかって質問されたんだけど、ちょっと煉獄魔弾がいいんじゃないですかっつって、で最初これね引いた時ね煉獄魔弾とかあんま上げてなかったらしいんだよ。でもちょっとこの最強の伝説の武器を手に入れてきたんで煉獄魔弾上げてきますわって感じで、このねスキルが一応 A ランクのスキルなんだよね。で俺の場合メラゾーマを上げていって、この A ランクとか上げていってもこれね 2% とかになるんだよね。見てこれ普通ので上げたらね、で万能で上げたらまあ 10%、 8から9で 10% なんだけど、これやばいところが9から10ってね 5% とかなんだよね。これ万能でもね、で普通の使ったら 1% とかで、それの今回はプラス10にしてきてもろて、それの火力を見せたいと思います。ちょっと火力がね一瞬で終わるからね、ちょっと長い喋りになったんだけど見ていきましょうか。とりあえずやばいプラス10の最強理論値のゲーム内最強火力ロマンの火力をご覧ください。で最初スキル上げね、マジでやばいからスキル上げも大変。これ9から10のところ取ってもらったんだけど、このね蓄積値っていうのがあって、これがマックスになればいくんだけど、これポワンやばいでしょ大変なんだよ、大変だっていうところも分かってほしい。最後だけ見たら結果は分かるけど、結果だけ見ても凄さは分からないと思うから、これ見てくれ。ああ成功ほぼ蓄積しただろこれ。これでレベル10のね、プラス10、最強煉獄魔弾が完成した。じゃあ火力見せてもらえますか。で一応リーダースキルも入ってるからね、20% アップしてるんだけど、まあまあどんくらい出るんだろう。やばいよね。大弱点、おお 356×4 一瞬だからなちょっともう一回見るか、もう一回いくぞ。いやーこれ本当に倒せない敵いないぐらいやべえんじゃね。356×4、ということでゲーム内最強メラ属性武器理論値の最強錬金の火力は 356×4 1424ダメージが出るということが分かりました。分かりましたとかじゃないんだけど、実現できないけど本当にロマンあふれる火力はこんな感じになりました。で抜群の錬金が 4% で、普通のメラ呪文威力アップ 3% よりはね 1% 多い。それが3個重ねて、まあ理論値賢さでもね火力は上がると思うんだけど、この火力はね現状ゲーム内最大火力かもしれない。こっからさらに暴走とかもあるっていうことを考えると、まあやばいっすよねこの火力だったらもう倒せないモンスターいないんじゃないかな。全ボスがワンパンな気がする、特にメラ属性弱点だったらっていうね、最強伝説の武器の動画でした。前振りが長えよと思ったと思うんですけど、やっぱりこのヤバさを説明するにはこの前振りがあって、もうスキルも最強、まあ貫突っていうのもあるんですけど、プラス武器も最強錬金っていうところで今回ねこういう風に紹介しました。いやいやいや、これ結果だけ見ただけではね、ここまでするのは本当にね難しいから、自分ではできないことをねここで見れるっていうのはなかなかね面白かったと思います。ということでのっちん TV でした。これからもドラゴンクエストタクトの動画を上げていくので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたな、バイバイ。